皆さんこんにちは。日本人兵庫県神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の9日16時11分、先ほどの、表示した時の画面ですが、松野官房長官が、昨日のニュースですよ。それ、少し前の映像なのかなとか、一瞬考えたりするんですけども、もうこの辺が、こうなってるんですけども、核砲がバカっていうことを、最後の方に、ちょっと言ってたんですけども、字幕で見たときに、総理が3割返納、大臣、副大臣が2割返納、政務官が1割返納って記載されてたんですよ。NHK のニュースで。で、どういう意味で言ったのかなになるんですよ、僕の方からしたら。松野さんに、サイバー攻撃で文章が変わってしまう場合とかがあるから YouTube で、記録残しといた方がいいという意味で言ったのか、それとも本当は各個人の各大臣が訴えられた時に、お金を払うものだから何かあった時だけだっていう意味なのか、その3割とかね、2割返納とかそういうことを、しないという意味でおっしゃっているのか、その辺のところね、実はね、松野さんが官房長官として、出られてる映像で言ってる以上、最近の映像であることはまず間違いないで、ただ、僕はね、若い頃を含めて同じような内容、何回も見たことあるんですよ、国会議員の人たちが会話してる内容で。最初から返納しといて、それを貯蓄として置いといた方がいいんじゃないかとか、なんかもう、いろんな人がいろんなこと言って、フルーツラーパークでも、ある程度の立場の人たちがいろんなこと言ってるから、僕もよくわからないんです。そこで、確保が、バカって言われたら、その3割返納とか2割返納とか、その総理が3割返納で、大臣、副大臣が2割返納で、政務官が1割返納で、その話がそもそも、嘘なのかなっていう話にも受け止めれるんですよ。それ的確な言葉で返答してもらえたら助かります。で、これね、一応字幕でそれが出てきている以上を、それ返答してもらったら一般人の人たちに本当に字幕の通り、納めてますとか返納していますとか、これ言っていただいて、昔もそれ言ったんです。 SD カードでいつもの高島彩ルート宛てのところで、でそれで、本当に返納していますとか、今から安倍政権の頃ですね、いろんな大臣の方とかがおっしゃっていただいてたはずなんですね、だと思うんですよ。いや、もうだからこれ記録がありだから、もうここで僕がもうそれしっかり覚えてないっていうことになったら、もう今までせっかく言ってくれたこともう全部ダークスレイになるんですよ。だからもう世の中本当にこんなものでしょ。本当に経験した人じゃないとわからないでしょ。それこそ書類開示してほしい。ごめんなさいね、朝こんな動画見てしまった。笑っちゃうでしょ。で、笑ったらなんか、その日、朝のスタートダッシュのこの気合の入ってる状態、泣けちゃうでしょ。とりあえず僕のと、仕事終わってから見てもらうような形にしてもらわなかったら、それ、ちゃんとね、大真面目な形で、なんかこの動画見ても、一緒に笑い始めたら、ちゃんと言ってる内容とかメモしていれば大丈夫ですけども、もう、一緒に笑い始めた時点で、もうそれまで何話してたか分からなくなるでしょ。特に僕が1時間ぐらい喋ってる時、あんなにたくさん喋られた。警察官の人とかも15分ぐらい話した時に、2人いてね、警察官。1人が聞くだけで、もう1人が返答して自分の意見とか言う人なんですけども、隣の警察官が、いや、それさっき彼がこう言ったとかこう言ってあげなかった。もうみんなすぐわからなくなるんですよ。それまで自分の知ってきたことを軸にどうしても考えてしまうから、違う内容とかの情報を入れられたら、わからなくなっちゃうみたいなんですね。だから僕もその、正規の書類とか見たことないから、確保がバカの一言で、もう僕も、
で、インターネット記事でもうめちゃくちゃな記事見たから、まあ、琵琶湖まで確認しに行った部分もあるんですけども、神戸市が、あの、淀川から水引っ張ってきてね、で、70% 以上ぐらいの水を、そこから水を得てるってわけのわからん、あの、インターネット記事があって、違う。兵庫県内にはダムは20個以上あって、で、あの、大阪府にはダムが一つぐらいしかないんですよ。京都の内側のその上流、その上流を遡っていくと琵琶湖。昔琵琶湖が大雨で、なぜ琵琶湖からあの川が続いていて、京都府のそのある程度の位置のところにある、天ヶ瀬ダム。まあ、天、小さいカタカナの形で、まあ、瀬戸際とかの瀬って書いて、あとはダムってちょっと小さい系とか言うと僕も何言ってるか分からなくなっちゃうんですよ。振り仮名看板にもないしっていう部分がありますんで、そこもね全部満水になっちゃって琵琶湖あふれかえって、でその続いてる河川全部あの結構そこ深いですよ。けど撮影して回ってるのあれ見てもらったら分かると思いますけども、もう全部あの水が満水状態になって、もう河川そのダムのところを河川に向かって放流して、またもうどうせそこのダムと、あと京都の高山ダムと、京都府のあの嵐山の方の、まあ桂川の上流、淀川の上流が桂川っていうところあるんですけども、その上流にあの天尺湖っていう日吉ダムっていうところがあるんですけども、もう全部放水してその前に水があるって普通放水しておくでしょ。もうこれももちろんあの災害に遭われた方たちがいらっしゃるから、もう途中で僕ヘラヘラ笑ってしまいましたけども、すみません申し訳ございません。あの一般の方に見られてる方、あもうね、あの人口のこともそうですけども、想像以上に行政がずさんだったり情報がめちゃくちゃだったっていうことが、これが事実ですんで、あの変なその情がいっぱいありますから、うん、確保がなかっていう返納してなかったんですかとか、そういう方に受け止めたらいいのか、何なのか、もともと判例とかで三権分立いやいや、だからもうちょっと話、あの 本筋というか、まあ最近のニュースで、まあまだ本決まりしてないみたいですけども、その総理とか給与の48万円アップとか、あれはもうなくした方がいいですよ本当に。あの総理の給料が上がるっていう話、給料の算定表があるから、その等級とか号級とかが変化するだけでのはずなんですよ。で、仕事の絶対数が少なくなっていっている以上、人口は少子化している以上、その公務員の人たちの、基本給が上がるような話には絶対ならないはずなんですよ。実際人口はここ5年間でね、毎年減っていて、昨年、まあ生まれた方を差し引いても40万人以上がお亡くなりになられてると。で、人口の話、その、急に人口減り始めましたけども、まあ生まれてくる人たちが2003年以降、個人情報保護関係でこういうふうな形、逆算権のピラミッド、まあ一時的にある年で、その、前年よりもちょっとだけ生まれてきた人たちが増えたっていうのはありましたけども、基本的にはこうですから、あのどう考えてもそうにはならないで、その総理とかの給与が上がるっていう話、横ばいか下がっていく話だったらありますけどもっていうことになると思うんですよ、自動化が進むと。どうしてもで、その海外の人、他国から死亡届、元日本国籍であるっていう追跡調査まで行って、日本に、あの他国でお亡くなりになられた方
の、 あの死亡届って回ってこられてるんでしょうか。それ再確認で一度ニュースでしてほしいんですけども、確かなかったはずなんですよ長い間。本当に本当に20国籍30国籍なんかなってる人だから、自分があのね医者だったらまず死亡届書くじゃないですか。医者が死亡届書いて、で区役所とか市役所の窓口に持っていくなんですね。でそれで、受理する。で受理する係の人になってみたとして、そのお亡くなりになった人がね、いちいちもともとどこの国籍の人だったかっていうこと探せます？そこの国の例えば韓国系の人も漢字に名前変わったりしてるでしょ。中国の方も日本用の漢字に。っていうことは海外でも、例えば、まあ、インドネシアが何語っていうのがちょっとわからないんですけども、例えばインドネシア語に変わっていたりとか、ブラジルだったらブラジル語に変わっていたりだとか、そう、お名前がね。で、受け取った人は、そのままその国でお亡くなりになったり処理するはずだから、そこの、この人がもともと本流はどこの国かっていうところを、いちいち調べないでしょ。だから死亡届は回ってこない。だから人口は日本が、今出してる人口よりも実際に住んでる人たちの数はもっと少ないっていう話になる。で、まあテレビでそれ一回放送してもらったんですけども、羽鳥慎一のモーニングショーとか、池上彰のニュースそうだったかとかで、だから、それどう、まあまあ何回か言ってもらったと思うんですけども、まあそれはもう他国から死亡届は回ってこないので日本国でも、把握はできませんとか、まあ、ある程度の年齢でっていうことで、まあ何らかの形でのその統計を出してもらわなかったらダメなんじゃないかなと思うんです。何もかもが予定とか狂ってきますので、人口は実際どれぐらいいるかっていうところで、無駄な高速道路がやっぱり増えてましたんで、この間向こう側のその千狩ダムだとか川下川ダムだとかを撮影しに行った時に、高速道路山陽自動車道かなって思ってたんですけども、全然違う高速道路がいつの間にか出来上がっていて、もう結構前からあったんじゃないですか。まあ、僕の地図が20年ほど前の地図なので、あちらこちらでやっぱり車あんまり走ってないんですよ。そもそもで言うと人口は違うから。だから、まあいろんなことを的確正確にしなければならないんですけども、どこかで無理があるっていうのも無理がある。これは事実としてあると思います。だって他国の窓口の人たちがそれを受け止めてどうやって探すのみたいな話になるでしょうから、ごめんなさい、ちょっと話それましたけども、その結局3割変動、2割変動なのか、1割変動なのか、その話が本当なのか、嘘かな。どうしても、それで一回話固定させていただきたいとか思うんですけども、いろいろ考えてしまったとき、これ、政権交代があったときどうなるのこれはどう受け止めればいいのか、もう僕もよくわからないんです。エネルギーの残存量問題とかいろんなことを同時に考えると何に言うのかわかります。松野さんの方、何かしっかりしたこういう理由でこうなりましたっていうのをこうビシッとあったら、こうそれで固定していただけたらわかると思うんですけども、以上です。皆さん、チャンネル登録と、着信通知の設定よろしくお願いいたします。あと、着信通知の設定わからないときは、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方へ、聞いていただけると、わかるかと思います。あと、説明のところも読んでいただけると幸いです。まあ、今日は、耕作放棄地についてちょっといろんな窓口行ってみて、やっと、まあ、この辺りのことだったらここへっていうことで、JA の大きな建物、
そこで、問い合わせ先を、見つけまして、まあ、今日か明日問い合わせてみようかと思っています。その、まあ、耕作放棄地がずっとほったらかしになっている理由がまず知りたいで、まあ、今年その12月28日に皇居行くのはまず間違いないんですけども、いや、ただ、新幹線のチケットを買えたかどうかは11月の28日に分かりますんで、その時また YouTube でアップロードしますので、状況報告、その皇居の方に本当に行けそうかどうか。だから、それ踏まえて、だからまあ、状況によっては、その農家とか農業させてもらえるんだったら農業しようかなと思ってるんですよ。これね、実はハローワークに私、まあ、これもう内閣レベルとか国会議員の人たちで状況をしっかり聞いてもらった方が分かりやすいと思うんですけど、なぜ耕作放棄地がどんどん増えていくかの答えにつながりますから、ハローワークに届け出してるんですよ。何年も前から農業したいんですって。だけども返答が何もない。だから耕作放棄地はあるのに、耕作放棄地ほったらかしになっていて、だから継ぎ手をハローワークの方で仕事を回し上げたらよかったんでしょうけども、それをハローワークが把握できてないんですよ。多分 JA との結びつきがないからなんじゃないかなと思うんですよ。一応そこはね、JA のその神戸市北区有仲町、私の家の近く、岡山駅からの近くにあるんですけども、大きな建物が。そこに聞いたら、その、まあ、谷上のところに、JA のまた別の支店があるか、そこに問い合わせしてほしいっていうことで、正直ね、距離とか考えたときに、ここの近辺のことなんだから、そこの JA が管理した方がいいと思うんですよ。分離させておいて、谷上は谷上のあたりのところで、まあ、その岡場の近くのその JA の大きな建物で、そこが、まあ、有馬口、まあ、有馬温泉含めて有馬口から北の方を管理するとか、それで手分けしといた方がいいと思うんですけどね。その谷上に置いてるのは多分神戸市北区全てをそこで管理しようとしてるんだと思うんですよ。だからそれはちょっと距離がありすぎて、いちいち現場まで足運ぶかっていうと運ばないから分からないと思うんですよ。今日の YouTube 一覧表で耕作放棄地っていうところをちょっとだけ撮影して載せています。まあ今までそういうふうな動画たくさん、撮影してますけども、二郎とかああいうふうなあたりでも、河川水門解析ダム発電の撮影で一緒に合わせて、竹やぶとか、枯れてる竹とかいっぱいあるんですよ。かまど発電用の。まあ、そういうのも一緒に撮影してるんですけども、まあ、その JA に問い合わせしてみて、何がどうなってるかが、まあ、やっとわかるんじゃないかなと思います。まあ、後日またその内容は、ご報告させていただきます。その辺がわかったら、本当は農業したいっていう人、例えば政府からの交付金ありますよとか、そういうのプラスアルファで知っていて、ある程度の面積耕してくれるんだったらっていう、そういう話を、まず一般人ほとんどの人は知らない、多分 99% ぐらいの人が知らないですから、だから、見ていてみんなが思うのは、ちょっとやそっとの面積耕しちゃって、あんなん稼げるわけないやんっていうような考え方になって、みんな農業への道へ進まなくなってしまってるっていうのが、これは事実だと思うんですね。だからその辺のところ電話かけてみて、また後日ご報告させていただこうかなと思ってます。長々とご清聴ありがとうございました。皆さんご協力のほどお待ちください。まあ、そのね、総理の3割、3割返納、2割返、各大臣が2割返納、政務官が1割返納の話、もうそれももしかして嘘でした。もう僕もう全然わかんないです。安倍さんは、安倍政権の時に、そんなにもらってたら笑われますよっていうことを言ってたので、多分返納してるんだろうなとは思うんですけども、その理由とかあんまりはっきりしたことわからないんで、その訴えられた時の支払う罰金のお金だとか、そういうことなのか、
そのために貯蓄をしているのか何なのか、だからいろんなことを考えますから、そこはっきりしていただけると助かります。的確な情報をお待ちしています。NHK ニュースウォッチ9やワールドビジネスサテライト、報道ステーションやその他報道番組で、まあ、一斉に何回か日分けて放送していただけると助かります。正直まあ一部早送りとかで進めてるんで、まあ、どうせ昔の戦争のニュースだろうなと思って、イスラエルとパレスチナの件とかで、それプラス中に映像で地震発生した時のその被害の映像まで混ざってるんじゃないかなとか、もういろんなことやっぱり考えるので、こちらもニュースの見方が難しすぎたり、こうちょっと嫌になって早送り送ったりしてるっていう、本当にそう、本当にもうみんないろんなこと分かったらそうなりますから、もうなぜテレビに出てるアナウンサーの人たちはそれ高い基本給でお給料もらえてるんですの話になるからなるでしょ、普通考えたら。我々のその最底辺の国民の生活を知っていただくことっていう、まあそう、別にそれを松野さんに文句言ってもしょうがないんでしょうけども、まあ的確な情報を皆さんよろしくお願いいたします。ご協力のほど以上です。